情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東関東自動車道の上り線は、湯戸船橋インター付近に止まっていた故障車は移動しましたが、6キロ渋滞しています。東京海上自動車道の高野方面に向かう外回りは、隣にインターを先頭に3キロ発車しました。関越道や中央道など、この他の関東地方の高速道路の車の流れは正常です。千葉の新郎道路の上り線は、幕張インターで6キロ渋滞しています。4勝9敗、明日は宝富士、竜電は2
が決まりました。5勝8敗、あとは勢いと対戦をします。さあ、変わる度胸です。7勝5敗の両力士が上がってきます。今呼び出す大口が発信を広げて両者を呼び上げました。この一番から木村久之助が合わせます。色白の肌、長身の野望、正面から見て左側、東の今高ぶさの下、右足スコを振りました。今度は左足のスコ、そして白ぶさの方に目を転じ